RANDAMHAJILE ランダムハジル ELIJAHMADNAR エリアマドナの逆さ読み父らしいな。あの老いぼれ、私が40年かかっても作れなかった人工皮膚を簡単に、しかも本人も気づかない完璧なバイオロイドも、さらにはこの細胞はなんと自己再生するのだよ。一度供給してやればもう自家食費や培養の必要はない。死んでるのか？すでに動力系やメインシステムは停止している。ただのスクラップだ。ただし、大事な人工皮膚の方は生かしたまま保存してある。これさえあれば、スナッチ計画の第二段階を実行できる。世界へ向けての本格的な浸透がな。サミットはもう終わったぞ。そうはいかん。サミットがどうした？完全な人工皮膚さえあればもう縛られるもんはない。世界中のどこへでも行ける。見分ける術もない。世界は私の自由に動かせる。もう誰にも止められん。政治や思想は関係ない。私個人の意思が人類の未来を決定するのだ。バカな。全人類をスナッチするわけにはいかんぞ。クレムリンの地下にスナッチャーの自動工場がある。そこで今も新たなスナッチャーが生まれ続けている。いくら頑張っても人の心はスナッチできないわ。そんなことしてどうなるの？ジェーモ、人類は愚かだ。しかし私は違う。私が人類、残念ですがそうはなりません。メタル、今から10分後にこの境界をビーム粒子砲が直撃します。私がキラー衛星からのビームを GPS と15個の衛星を使ってシグナル誘導しています。外れることはありません。私を中心に半径数キロは何もなくなります。えっ、バカな真似はやめろ。私の研究を無にするつもりか、この過当なアナライザー面が。メタル、サミットの結果はどうなった？スナッチャー感染を恐れた各国の代表は全員一致で核の使用を許可することに賛成しました。現在軍がシティの武力隔離を行っています。市民を見殺しにするつもりなの？市民はパニック状態です。ですがビーム砲でここを叩けばシティの隔離は解除されます。これが最後のチャンスです。私がここを預かります。ギリアンたちは逃げてください。こんな生意気なロボットメガ、動くと爆発しますよ。ギリアン早く。メタル、無茶だ。一匹たりともスナッチャーをここから逃しません。この人工皮膚も処分します。前のようなガラクタにできるか。お前がビーム砲の照準ならばお前を外に連れ出すまでだ。さあこのチビをここからつまみ出せ。
メタル。メタル。なんけなロボットだ。世話の焼けるやつだ。なぜだ。動けるはずはない。俺は往生際が悪いんだ。バカだ。おとなしく俺と心中しな。おい、スナッチャーども、そのチビに触れるな。こいつの首をへし折るぞ。ガンダム。俺は人に利用されるのは嫌いなんだ。俺と一緒に終焉を見よう。ギリアン、あと5分です。外にトライサイクルがスタンバっています。それに乗ってください。離せ。私はエリア・マッドナーだぞ。お前のオリジナルだ。俺が偽物であれ本物であれ、俺もお前もここで死ぬ。どちらも死ねば偽物は存在しなくなる。つまり理屈だ。機械のプログラムのな。これは俺の意思だ。機械に意思などない。機械に自己犠牲などできるものか。どうかな。あと4分、早く出てください。クレムリンにある自動工場の処理を頼みます。やめろ。ギリアン、たとえ俺のこの頭の中の記憶が作り物でも。分かってる。共に戦った思い出は本物だ。疑う余地もない。ギリアン、いいジャンカーになったぜ。ギリアン、楽しかったです。あなたと組んで。メタル。できればリトルジョンの時のように骨を拾ってください。リトルジョン。はあ、分かった。早く、あと3分。すまない、二人とも。ジミー、行くぞ。いかん、逃がすな、ジェミー。人の愛し方もわからん哀れな奴め。機械が何を笑っている。俺はあんたをスナッチすることで自分を取り戻すんだ。ランダム、あと1分切りました。もう大丈夫です。ありがとう。礼には及ばんぜ。こんな大役に付き合わせて悪かったな。よくやった。立派なジャンカーだ。あばよっ。